いつも ADMJ TV をご覧いただきましてありがとうございます。お供の稲垣です。そして小林でございます。よろしくお願いいたしま します。さあ、はい、お知らせです。ショップチャンネル、はい、オンエアニュース1月21日日曜日、はい、日曜日、はい、はい、23時からということで、はい、1月は初めてかな、初めてです、はいはい、の、オンエアのお知らせになりますが、何商品ぐらい出てくる予定？ちょっとまだ明日、私が明日までに決めることになって収録の日までに決めといてくれやい。まだなのでそうですね、はい、こういう商品の中でどれにしますかっていうメールがさっき来てましたので、はい、別にこれ去年撮ってるわけじゃないです。もうすでに今年数日経って、はい、収録しておりますので、本当早くしないと間に合わないよ、はい、でもそのショップさんから来るのが昨日だったんだ。あ、そうなんだ。まあまあいろんなことがちょっとね、お知らせになっておりますけれども、はい、さあということで、なんとですね、まあ、この商品は絶対出ると分かっているものが、はい、今目に前に目に前に目の前に並んでおります、はい、これは、はい、以前私ご紹介した記憶があります。もうネットで実はもう完売して、はい、松屋銀座でも完売。あ、完売しちゃった。はい、大阪高島屋にもしかしたらちょっとだけあるかなぐらい、はい、このもう配信するときにはなくなっているかもしれないんですけれども、絶対それはこれは、はい、よかったもん人気のね、はい、このファスナートートの形で、はい、この香水瓶の刺繍が、うん、パフュームのねパッチワークの刺繍が出るということで、はい、お客様からうわ待ってたわーという声ですよ、はい、本当にまずこういうね軽い素材で、はい、もう今起こせばもう何年も前になりますか、ナイロン工場委員会というあなたが立ち上げた委員会がございまして、本当にやっぱり大人になったからやっぱり私たち素敵な素材のものを持ちましょうよということで、このね素晴らしいナイロンの素材が出ましたと、もう本当に質のいい光沢のいい素材の良さ感じていただけた。でしかも軽いで、このちょっとハンドル立ち上がりもあるから肩からもかけられるような、すごく一番毎日使っちゃうねこれっていうタイプのものに、はい、このそうなんです、はい、ね、パフュームのパッチワークの主オリジナル、はい、まあ、これ後ほどね、はい、どんなにすごいかっていうのを、はい、デザイン画をちょっと今日お持ちしましたので、特別だよ、はい、見ていただけると思うんですけど、うん、やっぱりリモンタ社のこのデイビスの素材の良さ、はい、もうとうとうねデイビス材料が高すぎて、ええ、某ラグジュアリーブランドでも使わなくなって、嘘でしょ、もっと、あ、そんなこと言ったらいけないのかな、もっとコストの安いものに変わってますから多分いけないよ、それだけの話してください、はい、本当に これだけの、はい、なんかこうシルクのようなね光沢のナイロンっていうのは、この高密度ナイロンのイタリアリモンタ社のデイビスだからこそのクオリティでございます、はいはい、でちょっと使用先いきますか、はい、もう一度一応商品はあの時のが詳しく見れられるのかな、でも一応ここでもやる、はい、はい、ぜひ、こちら色がブラックです、はい、で外側にこの体に来る方にポケットがついてて、はい、この素材はこれはシュリンクレザーです、はいはい、でマグネットがこれ隠されてて、はい、くっついていきます、はい、はい、なのでここにちょっとスマホとか入れても安心かな、ね、でなんとファスナー、はい、これがまた嬉しいっていう声が多かった、はい、ね、はい、ファスナーできちんと開閉できて、はい、内側も ADMJ の、まあ、ベーシックな主要ファスナーと、はい、ナスカン付きストラップがしっかりありますから、はい、はい、そうですね、スムースですね、はい、開きますね、たっぷり入りますね、はい、これがあるから、はい、家入るときに慌てなくて済むんですよ、すぐ鍵を見つかって、はい、でこちら側反対は、はい、オープンポケットが2つ、はい、2つに分かれておりますと、もうとにかく軽くて柔らかくて、はい、でこの仕様です、はい、実はちょっと これで見ていただくと、そう、ちょっと今日ビックリポンのもの持ってきてもらいました、そう、はい、トートはちょっとお色をね、はい、この1枚のデイビスのからできている、うん、どこもね、切り刻んでないんですよ、ないんですよ、ちょっとそれ本体これ、うん、ちょっとじゃあ私、はい、これね、はい、これ実はこういうふうになんかちょっとステッチ入ってるからもっと思うかもしれないんですけど、はい、そうなんです、これなんですって、しっかりこう輪にして、すごい贅沢じゃないですか、はい、それでこうサイドをこうね折りたたんで、はい、縫製してるんですよ、はい、なので
一枚の布からできてるってことはそれだけ丈夫、うん、ステッチのところでこう、ね、変な穴が開いたりしないので、はい、それだけやっぱり強度があるっていうことなんですね。すごいよね、綺麗だしね、はい、なので贅沢にこの1枚のデイビスからできている、はい、このナイロンファスナートートは、うん、でこの1枚になった時に触って、はい、いやこれ全然違う、いいんだなって、こうなんとも言えない肉厚感といい光沢といい、でなんかちょっとこの肌触りの良さといい、はい、まあきめ細かくて、高密度ナイロンってすごいですよね。ちょっとこれアイロンかけておけばよかったです、ね、いや大丈夫ですか、つらない綺麗ナチュラルが本当素晴らしいです、うん、で、それを使ってますと、はい、じゃあちょっと先色いきますね、はい、先にねもうちょっとね、で、ブラック見ていただきましたと、はい、お隣にありましたのがこちらがネイビーです、はい、ネイビーで、シュリンクレザーのところももちろんネイビー、はい、ちょっと色の違いが分かりやすくなりましたね。で中の色も合わせて見ていただきましょう、はい、ファスナーの部分です、内側この色は彼らこれ、はい、そうですね彼らはい、彼らはブルー、はい、で中がこのようになります、はい、これもネイビーもいいね、うん、人気ですね、色がちょっと明る、はい、デイビスのネイビー明るくなったので、うん、こう真っ黒なお洋服に着るとちょっとタフタ感が、はい、あブルータフタみたいなね、はいはいはい、はい、出ますね。さあそしてシルクタフタのみたいな、はい、お願いします、はい、こちら色は、バンブーでございます、はい、止まってしまいました、はい、バンブーでございます、はい、バンブーの、コンビネーションはシュリンクレザーのブロンズ、なんかシックじゃないですか、絶対これね、この瓶の急いでねきっと注文もうそういうこと言わない、いやいやもうねこれはね言ってあげた方がいい逆にあのこれは急ごう、ね、これは決めとこうっていう、はい、はい、ちょっと出したばっかりでちょっとあのシワが気になりますが、こうね使っていくうちに綺麗になりますので、うん、バンブーね、意外にいつも人気、意外にじゃないいや、はい、なんかフォレストとはまた違うんですよ。そうなんです、そうなんです、はい、うん、で、内側はこうホワイトのカレラですね、はい、で、ライラックのブラシ、すごく持ちやすそう、うんうん、なんかこうやって見ていただくと分かるんですけれども、こう下がバインダーテープで、はい、こうくるりとちょっと薄い色のピンクのテープ見えますよね、はい、これとこのバインダーテープとしっかりこの底芯と外側がステッチが入っている、うん、ということは、うん、芯、デイビス、バインダーテープ、うん、裏地、みんな一気に一緒にまとめる、くわ大変さ、職人さんさ、だから分かりますよね、縫い合わせることの難しさ、はい、嫌になるさ家庭科の授業でああミシン落ちちゃったとか、ずれちゃったみたいなね、はい、そうでもそんなことはまあね、匠の職人にはないんですけれども、はい、それが匠だからね、そう、なんかシンプルに見えれば見えるほどやっぱり技術が高くないとできない、うん、あ、そういうもんなんですね、うん、っていうものが一つです、はい、そしてウォールナッツ、はい、さっきちょっと日本で見ていただいた、はいはい、ウォールナッツは、はい、ベニケシネズミとのコンビネーションです。そして、うん、シャンパンのカレラと内側はパープルの裏地でございます。うん、これもそうです ね、 ね、ちょっとね、あのやっぱりもう暦の上で春になってくる頃になったら、はい、ちょっと明るい色もって思われますよね。そう、ウォールナッツも人気ですよね、うん、いいですね、はい、さて、あなたは何色、何色の前にその刺繍の話を、刺繍の話、はい、しないといけないですよ、はい、時間がなくなっちゃいます。これ実はちょっと違う色で、はい、あのデザイナーがデザイン画を描いたものをお持ちしたんですけれども、こう分かりますかね、 1,2,3,4 種類の素材、ベルベットが2色、この カプラっていうちょっとサテンっぽい素材、うん、が 2色、そして3ミリと5ミリのスパンコールが2色、そして、これは、メタリックコード刺繍、この、周りの、ここで見ていただいた方がいい、この周りのコード刺繍の糸の色ですねを指示をして、まあ、それぞれの色をこれだけの配色でやってくれという指示なんです。これね、何か指示書です、はい、私は本当にこのお仕事の細かさに、はい、いつももうなんか感服というか絶句というか、もう本当になんか息を飲む思いをするんですけど、これをね
まずもうミリ単位で細かく小林デザイナーが作るわけですよ、うん、でもう本当にまんまですよ、その品物とこれとこの部分の周部分と本当に同じように作ってあって、はい、まずこの絵からきっちり作る。でしかもそれが全部この通りに並べられるようにこれを見れば必ずそうになるっていう、まあ的確な指示書であり、うん、そしてまた逆に職人さんにとっては的確でありがとうでもありながらも絶対にこれに沿わなきゃいけないという大きなプレッシャーでもある。これ肉眼だとすごい見にくいんですけど、このスパンコールとスパンコールの間にまんま ラブ&エンジョイとか、はい、細かい刺繍が入っていたりとか、はい、もう本当に何ですかね、このスパンコールの重なり具合も指示をしている、うん、その細かい指示があるからこそこのパッチワークのエンブレムが出来上がっている。このね本当に一分の隙もない美しいものが仕上がるのはあの指示書が完璧なだからこそこれが作ることができるという、はい、ありがとうございますここに来ました、ね、はい、なんかこれだけ欲しいですよね。欲しいの欲しいの、いつか遅れこれあのこうやって洋服とかにね、なんか前に言ってなかったなんか T シャツとかシャツとか作って、ね、つけたいねっていう、本当になんか素敵、これをまずね刺繍で作ってデイビスに先ほどの1枚のように、うん、決められた位置に、うん、またこれ刺繍ミシンで、うん、こう裏側見ると分かるんですけれども、この刺繍で、うん、ステッチでつけてさらにこれを縫製していく。でもこれのねカットの何センチ対何センチ、はい、でしかもどの位置につけるかも決まらないと、多分これがこうやってバッグの形に仕上げられた時にずれちゃうわけじゃないですか、うん、はい、だから本当にねここから何センチ、本当ものづくりを真剣に取り組んでる人たちの仕事って大変なことなんだなっていうのを毎回ここに来て思い知らされます。すごい。そうだから物ができる情熱大陸に出ようよ。いやいやいや本当にデザイナーの、はい、やっぱりデザイナーと職人の熱量が本当にバックに、うん、だから私この前ちょっと反省したんですよね。商品をつくづく見ながら、うわこんなこと考えてこれ作ってるんだって、うん、あの商品カードっていうのを、はい、あの書きながら、うわ LMJTV で伝えられてないなっていう反省。いやすごくわかる、覚えてます。反省を、それ大きく私もそれの、はい、あのマイナスに入っちゃってすいません。でもしながらもやっぱりここまでまずこれを作るまでに、うん、あの絵型を全部各色違う配色ですからね、はい、作って、そしてここの位置にこれをステッチで止めてくれっていう指示も出しながらの各バッグの配色、素材の手配なんで、デザイナー、職人、それでこれの材料手配をする生産管理のスタッフ、本当に一つ一つ毎日本当に積み重ねた細かい仕事の積み重ねがこれを完成させているので、そうですよね。同じまあフロアで私も仕事をしてるんですけれども、もう細かさのレベルがね違う、本当に神経質に、うん、なんでうちの男の子たちはめちゃめちゃ神経質な男の人たちが多くて、お家ではみんな自分が掃除してるそうです、奥さんではなくて。ぜひ私の嫁に来てくださいそう、そんなあの一つ一つ細かいディテールが積み重なって、うん、DMJ のこのファスナートートが出来上がっておりますので、うん、ぜひね、はい、私本当に一つ思い出しましたよ。なんか初心に変えなきゃいけないなと思ったのは、はい、自分たちの当たり前って誰にとっての当たり前でもないんだと、うん、でその自分たちにとっての当たり前をきちんとテレビの向こう側のお客様にお伝えすることが、うん、こういう通販に関わった自分の仕事の一つだと思ってたことがあるんですよ、はい、でやっぱりゲストさんたちからそういうお話を引き出してお伝えすること、うん、これがなんか自分のまあ、いわゆる店頭で買うのではなくて通販通して番組の中から買っていただけるからこそお伝えできる部分だと思ったんですけど、いつの間にか ADMJTV でずっとご一緒するうちに、でしょっちゅうこのものに囲まれているうちに私にとっても当たり前になってたのかもしれない。でも私たちにとって、私にとっての当たり前に素敵な ADMJ の当たり前の凄さはもう一回ちょっと初心に戻ってきちんと ADMJTV を見てくださっている皆様に当たり前ではないっていうところをお伝えしていきたいですね。出ないともう職人のあっちの作ってるスタッフもみんなに申し訳ない、うん、ね、
これ一つでも、デイビスはイタリアリモンタ社、そしてこのシュリンクレザーは、国内のタンナーですけど、このマイクロピグメントっていう、微粒子超微粒子顔料は、ヨーロッパからの輸入、そして彼らもイタリアのキオリーノテクノロジー社っていうふうに材料をその日本に集めて、それでこうやって一つのものがメイドインジャパンで出来上がっているっていう、まあ、途方もない旅をして、そうですね、はい、この商品が作り上げられているので、本当に世界中のよりすぐりのマテリアルをメイドインジャパンでお作りしてるっていう、商品の今日はこのナイロン工場委員会がおすすめするナイロンバッグでさえも、はい、そうだっていうことをなんかね力強くお伝えしたいなと思いました。あ、これぜひ、お客様そんなこと言わなくたって分かってる、だってもう完売してるんだ。なだたないじゃん今のここの16分が。いや完売してるから、小林さん稲垣さんそんなこと言わなくても私たち分かってますよってね、そうですよね。だから、まあ、NMC TV を見てくださってる方たちは、はい、もうある意味私たち以上のその知識と、ね、あの良さを分かってくださってるから、はい、これをだからいかにまだ見ていない方、でショップチャンネルという媒体通して見てくださってる方とか店頭だけで通りすがりの方にどうお伝えしていくかだ、問題よこれからね私たちの。はい、でもね、お客様が、はい、あのいいねボタンですとか、ね、番組登録してくださるだけで広がっていきますので、うん、今この世の中はそうだね、そうだね、はい、そういう意味だったのかもしれないね。いいねボタンが多ければ多いほど、はい、他のお客様に表示されることが、あのお客様というかまだ ADMJ を知らない方たちに、うんうんうん、あの拡散される可能性が高くなりますので、はい、ぜひいいねボタンを押してくださればと思います、はい、よろしくお願いします、はいはい、ということでね、ちょっと楽しみなんですけれども、はい、さて、はい、その他にも、商品がもちろんでございます。今決まってるもの、はい、あなたがこれから決めるものもあるだろうが、今決まってるものをちょっと見せていただきたい、はい、もうなんかキラ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 見えてますけど、新作でございます。新作さん、これ、はい、あの展示会で一番人気が実はこれでございました。あ、そうだった。はい、はい、フラミンゴ社のエリーゼ、ビビーカーフですね、ビビーカーフの白の、はい、アントラチーテシルバー、そして、ブロンズが、はい、ごめんなさい、サンプルが今ないんですけれども、私が持ってるのがアントラチーテという名前、はい、アントラチーテってどういう、何アントラチーテ、アントラチーテってアントラチーテ、アントラチーテ、はい、ちょっとごめんなさい、出てこない、はい、アントラチーテ、これがアントラチーテ、はい、ちょっと中もいきますね、はい、おー、この開き方ツーエファスナー、なんかちょっとクラシックなこのフォルムが逆に新鮮ではございませんか。本当ですね、うん、だからクラシックだからこそオーセンティックで長くお使いいただけるデザインだと思います、はい、そしてナストルティースピガート、はい、内側は、彼らのクラウドにゴールドベージュ、はい、はい、柔らかいすごいね、軽いね、いやベビーカーフですから、本当ですね、はい、ベビーカーフちょっと久しぶりにこうして触れてる、いいですね、ベビーカーフなんだけどもこの形だからこそなんかちょっとこうカチッとなんかお座りが上手にできてるという、うん、でも、うん、カチッとしているように見えて柔らかいね、ほんとそれは柔らかい、真ん中いきます、はい、はい、そしてシルバー、うん、なんかシルバートレンドですよね、ねえすごい出てるよね、はい、今ね、違うの、彼らがシャンパンで、はい、ブルーのサックス系の裏地になっています、はい、そしてナストルティースピガートはアズーロという、うん、このサックス系がついて爽やかですよね、いいな、なんかシルバーやっぱり今年は1本欲しいですよ ね、はい、欲しいですよね、はい、そうなんですよ、見ちゃうとあれだね、はい、はい、そしてごめんなさい、サイズが違うんですけれども、はい、色はこれが、はい、これがブロンズ、ブロンズ、はい、ブロンズもね、ブロンズっていうじゃなく見える、なんかすごい発色いいですね、なんかね、そうコッパーのブロンズですね、うんうんうん、そして内側の彼らがオフホワイトで、ライラックになります。実はネットの方でこのサイズ違いをご紹介しているので、うん、ショップチャンネルさんのネットでも、オフィシャルのオンラインストアでもこの大小のサイズはあるんですけれども、はい、
高島屋サロンさんでも、はい、あの両方のサイズをご紹介しておりまして、うん、結構これは注目度高くお客様からのご予約も一番大きい多いバッグでございました。ちなみにその、はい、そういう場所での一番人気カラーは、一番人気カラーはアントラチーテです。ああ、アントラチーテ、平野ちゃんが調べてくれました、はい、イタリア語でツヤのある薄墨色のことなんだそうです、うん、ツヤのある薄墨色、そりゃそうだね、まあ、まだねなんかなんていうのかな、うん、なんかさ、わかる、言いたい意味わかる、なんかパスタの名前じゃないんだけどなんか、いやいや、アントラチーテっていうとちょっと、うん、あのイメージ的にはなんだろう、あのメタリックの、うん、出てこない、ごめんなさい、思い出したら電話して、思い出したら電話するあれよ、あれあれね、あれあれあれ、そう、あれです、あれあれあれなの、いや、でも、あの、思い出したら本当後でいつでも言って、はいはい、他の回の時でも言って、はい大きさこれ人気なのちょっとわかります、そう、軽い、どうぞ、まあ今何も入ってないから余計に軽いですけど、使いやすそうな色、そう、なんかちょっとマチもありつつも、うん、でも軽くて柔らかいからクロスポジした時にようござんすよね、ちょっとちっちゃいのも、ちっちゃいのはあなたの好きなサイズ感じゃないですか、サイズ感で、あ、華やか、うん、この色華やかですね、うん、年齢的にもう稲垣さんこちらだわ、ちょっと今引っかかる言葉をいいですかお客様、ちょっとお時間いただきどういう意味かなそれどういう意味かな、なんか華やかな方がお似合いかな本当、うん、あ、でも大事ね、うん、大事、今年ね、私ね、うん、ラッキーで、ラッキーねみたいな、あ、すごい、うん、すごいいいよ、いい感じだから、ちょっとこれぐらい、目に力がありました今、うん、これぐらいいきます、うん、いいかも、そうですよ、うん、大きさはもちろん、まあ、どちらかお好きな方で選んでいただいて、そうですね、そうそう、はい、でこれはこれはあなたのカラーね、そうですか、持ってみ、持ってごらんよ今日のそのそうですホワイトコーディネートの中に、ちょっと結構着込んでるので寒いから背中が冷えると嫌だなと、分かる分かる、そっから来るからこんな感じで、いいですね、うん、このストラップの色が多分小林さんっぽいんで、これ全部ついてるのセットで、はい、もちろんでございます、いいですね、私はサイズ的にでっかい方かな、でっかい方っていうか大きい方かなでっかい方だね大丈夫、皆さんついてきてくれる、いいよ、でっかい方って言っていいよでっかい方かないいですね、あ、やっぱ軽いですね、軽くて柔らかい、すべすべ、なんかこの幅があっても柔らかさがあるから、あんまり斜め掛けした時にも嫌さがない、まあ物が入るとまたちょっとね、感じ方はそれぞれ違うかとは思いますが、でもこのベビーカーフにこの履くっていうのが、うん、ね、ベビーカーフのあの独特のシワがあるじゃないですか、はい、そのシワ感とこの履くのこのシワみたいなものがうまく相まってませんか、うん、これなんかこう本当にイタリアなんだけど、なんかちょっと和のテイストも感じるような、そう、どうしても白のバッグってツルッピカッとしてるのが多くないですか特に、まあ、ラグジュアリーはツルッピカッとしてますから、うん、あれですけど、そうするとやっぱり大人は持ちにくいですよね、持ちにくい、すっごい分かります、ミニスカート履けるような年齢だとツルッピカッの相当昔になっちゃうからね、そんなことない、あのミニスカ最近ミニスカートの女の子多くないですか、街にすっごい短いの、本当に危険だから、それテニスコート行ってる感じ、違う、今ねテニスコートでその短いの履いてる、私だけみんなスパッツ、私ほらビギナーだからテニスウェア揃えなきゃいけないと思ってスコート買ったんですよ、はいはいはい、スコートなんて聞いてない、みんなスウェットパンツスパッツ私だけスコートピラってやってるけど、そう、でももちろんスパッツオンスコートですけど、みんな履かないんだって思いました、なんです、ね、なんか私だけお蝶夫人気分蝶夫人万人が分かってくださってるからヒロミ、本当にヒロミ、そう、お蝶夫人気分ですよ、はい、でも今シーンで今シーンで私分からないね、分からないね、分からないね、ごめんね、はい、胸方コーチみたいなコーチはいません、本当によく出たもんね、そう、だって本当になんかもう絶対おじさんなコーチなんだ、おじさんなコーチだけど絶対年下と思ったら本当に年下でしたいろんなことを、経験積んでいる久美子でございます、はい、なんでその話になったんだ、
このキラッとしたのはちょっとこ う, もう大人は持てないよ。そう、はい、このベビーカーフのこの白のだったら持てるよ、うん、ね、まあ、本当に今いやいいと思いますよ。こうメタリックのねものがトレンドで来てますけれども、はい、うん、本当ツルピカなのよ。ツルピカじゃないからこれは、うん、ちなみにこの小さいサイズはこの、はい、アントラチーテとあるのね、はい、ございます。 ありました。そう、シルバーでございます。じゃあこれで通常オンラインストアの方ではシャンパンっていうちょっとゴールドっぽいものもお取り扱いしてるので、ええ、金がいいわ、シャンパンっていうより金です、うん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 、もっとめでたい感じのお取り扱いもありますので、はい、トレンドが お好みの方はシルバーとかそのシャンパンがいいと思うんですけど、うんうん、コーディネート重視でお選びになりたい方はこのアントラチーテとかブロンズがおすすめしたいなと思います、はい。私はシルバーですけど、ね、私は言われた通りこちらにしました。いいと思いますよ、はい、本当に、はい、合ってる、すごく本当、はい、いやもうなんかちょっと神々しくいこうかね今年ね、はい、お客様と一緒に、はい、本当になこれシルバー買おうかな、なんか夏までいけそうな気がしませんか。いいですね、今から私もずっといきますよこれえでも確かにこういうタイプって、はい、年じゃないごめん、季節問わず持てるっていうのはありますよね。そうだって、うん、なんかね、年末年始にかけておめでたい席だとかお出かけにも持てるし、はい、真夏 T シャツとね、あ、はいはい、短パンにも可愛く持てると思います、うん、楽しいですね、はい、またなんかね2024年がなんか楽しい、はい、こう年の幕開けになるようなアイテムなので、はい、オンラインストアでもまだご予約受けたまわってると思いますので、うんうん、オンラインストアの方がいいわっていう方はオンラインストアで、はい、各店頭にもまだご準備ございますので、はい、ぜひ、お選びいただけたらと思います、はい、まだ店頭に並んでないかもしれないです、これ。ごめんなさい。本当ですか、わかりました。間に合ってないみたいな。じゃあ、こちら配信は1月の16日配信ですが、はい、これをじっくり見られるのはなんと嬉しいショップチャンネルで、はい、1月21日の日曜日23時から、はい、三崎キャストと、はい、一緒になんか素敵なね、はい、ちょっと皆さんに新年素晴らしいアイテムをご紹介できるの、はい、1月は、ADMJ はここがスタートね、はい、ショップチャンネルではなりますので、ぜひご覧いただいて、今年の一品スタート品をピンだってスタートお選びください。何言ってんだ私、はい、締めていやでもなんか2024年を彩る新作、はい、まあ、私がこの 24SS で一番おすすめのボストンを、はい、このオンエアでお持ちしましたので、はい、ぜひぜひお選びいただけたらと思います、はい、ということで、はい、今回もご視聴ありがとうございました。